しもし、かほこです。はい、今日はシーンでお買い物したの中身を紹介の日です。なんかいろんな YouTuber さんがシーンの購入品紹介とかなんかアンキュンとかしてて、なんかシーンって今来てるんだなってすごい思って、今流行ってるよね。ということで私も買っちゃいました。あ、今日テンション高い。シーンって安い、すごい安いイメージがあったんだけど、なんか安いってことはあまりちょっと質とかは期待できないんじゃないかなって正直思ってるの。だって本当に西松屋とかってぐらいマジで安いから。でもすごいよね、トレンドをちゃんと抑えててすごい。開けまーすあ、そうそう、1万円分ぐらい買いました。オープン。そう、届いてから撮影するまで見れなくてずっと開けたかったの。あー、ちゃーん、私お洋服大好き。じゃーん、え、すごい、写真と同じ。はい、アームウォーマーです。原宿でイヤホイ、トゥン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 。どう、かわいい？かわいい。はい、で次見て、原宿でイヤホイ、トゥン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 。じゃーん、え、めっちゃかわいい。写真通りなんだけど、てかレビューとかもさ、ちゃんとあって、あの、写真通りでしたみたいな、そういうレビューがあったから安心して買えた。原宿でいいや。はい、また帽子。やばい、携帯の容量なくなる。ちょ、巻きでいくわ。じゃん、マジ可愛くない？こんなもの売ってないよね、日本じゃ。え、すごい、本当に写真通り。なんかシーンってなんかちょっとあんまり、なんていうの、なんか安いだけであんまりいいものではないのかなみたいな、安さが取り柄みたいな感じで正直思ってたんだけど、めっちゃ可愛いし本当に写真通りなんだが。次、洗濯した時の色落ちとか気になるね。え、でもこれツルツルだから絶対大丈夫。あ、そうなんだ。うんうん、絶対落ちない、これは素材的に。やばい、時間ない。え、超可愛い。私頭でかいけど全然ちょうどいいんだが。めっちゃ小顔に見える。ねえ、見えるって何？ぶち殺すぞ。え、かわいい。今の服には合ってないけど、え、超夢かわじゃない？あ、私もかわいいけども帽子もかわいいよね。でもわかる、でも私一番かわいいから。え、帽子ばっかり買ってる私。かわいい。え、全部写真通りなんだが。シーンさん案件待ってます。イエイ、シーン最高。え、私みたいなさ、爆買いとか好きな人、なんか爆買いでストレス発散するような人、まあストレスとかないんだけどさ、には向いてるよシーン。マジでいっぱい買えるもんだって。1万円あったらもう20何点買えるんだよ。やばくない？え、超かわいい。え、かわいい。アニメ123やって感じです。あ、そう、色違いも買ったの、これ見て、かわいい。どっちが似合ってたかな？あ、どっちも似合ってる、ありがとう知ってる。じゃーん、かわいい。これなんかリサフランクっていうブランドの感じに似てるなと思って買った。超かわいい。で、ちょっと携帯の容量なくなりそうだから隣で開けてほしいって。ああ、いいよ。効率が命だから。なんかキャンドルのやつ。見て、このハートのとこかわいいわ。これね、買うか買わないかね、30分か1時間ぐらい悩んだ。ちょっと年齢的にあれかなって思ってさ、ハートとか。え、これ超かわいい。どう？かわいい。ゲロ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 、クワクワクワ。そう、靴下も買ってた。さっきのこのアームウォーマーに合わせようと思って買ったんだと思う超タイツ買ってんだが、なんかそこら辺に売ってないような、イオンとかに売ってないような、なんか物珍しい
デザインのタイツが300円ぐらいで売ってて、次じゃーん、シンプルで可愛いトップスです。このそうめんみたいな、うどんみたいな、冷や麦みたいなやつ可愛い。私ショート丈がすごい好きで、お腹ブヨブヨなのにちょっと見せたくなるんだよね。でも違うの、ただの露出狂じゃなくて、半袖のショート丈あんまり好きじゃないの。長袖のショート丈がなぜかすごい好き。何にでも合うし、やっぱり白とか黒っていいよね。イエー。あとこれパンツ超可愛い、ひらひら。マジで真っ黒すぎて何も伝わんねえ。着るか。編集で。え？くっつければいいじゃん。これピアスだね。え、これイヤリングだと思って買ったらピアスでした。ショック。イヤリングって書いてた気がしたんだけど。あ、私優等生なので耳開いてないんです。じゃああげるよこれ。これつけて。あそぼう。楽しさ全開モードで遊ぼう。はい、最後の商品になりまーす。じゃーん、ミニスカートだった。え、かわいい。ベロア素材のミニスカートと、なんとなんとセットアップで、じゃーん、見てー、超かわいくない？セットアップ大好き。これで Y2K ファッションができるわけです。パリス・ヒルトンになっちゃう。私復縁をしたいです。カモンバービーガール、カモンバービーワー、口から音源。ワオ、ハイケン。私の愛犬のステファニーよ。仲良くしてやって。遊ぼう。パリス・ヒルトンになれます。お騒がせセレブよ。バイバイ。大人の顔終わり方ないの。いつもさらっと終わりすぎて困っちゃうんだよな。初めてシーンでお買い物したけど、1万円で20点ぐらい買えたからすごく満足してます。早くこの服を着ておしゃれしてインスタに上げて、いいね稼いで承認欲求を満たしたいです。イエイ。グッドボタンとかコメントとかたくさんお願いします。承認欲求満たし、バイバイ。